はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はもう年もね超えてきまして、お餅がね食べたいなと思ったんですよ。ただもうね YouTuber さんもねいろんな方早いんで、つきたてのお餅とかいろいろね多分動画出てる頃だと思うので、今回は日本のお餅ではなくて韓国のねお餅を買ってまいりました。韓国の YouTuber さんとかがね、いろんなこの韓国のお餅を食べてる動画よく僕見るんですけど、めちゃめちゃ食べたいなと思ってて、この機会に買っちゃおうってことで、今回は購入してきましたんで、早速ね、商品の方を出して食べていきたいと思います。はい、ということで今ね、こんな感じでお餅すべて持ってまいりました。いろいろね、ちょっと温めたり焼いたりしてはいるんですけど、食べ方がね、もしかしたら合ってないかもしれない。種類も多いし、もう色もね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。今日はね、まだ何も食べてないんで、早速ね、こちらのお餅を食べ進めていこうと思います。それでは、いただきますと。とりあえずだ。甘くないのからいこう。まずこれかな。ほい。買ったサイトにはガレ餅って書いてあったんですけど、ちょっとね、正式名称がわからないんですけど、これね、焼いてまいりました。はい。ちょっと塩味の効いた、まあ普通のお餅ですね。焦げてるぐらいのところがうまいわ。あ、これうまい。ま、でもやばい、やばいな。これ顎がやばいかもしれない。そしたら続いてこれかな。これなんか汁餅ってやつみたいですね。あ、ほんのり甘いんだ。これまぶされてるの小豆か。この小豆がね、水分をね、すっごい持ってく。でも味は素朴に甘くて美味しいわ。じゃあ次に、これ、カラフルなやつ。これ、くる餅ってやつらしくて、中に蜂蜜とかが入ってんのかな、確か。まあでもお餅はかかんな。で、こちら、バラム餅っていうお餅みたいですね。これ白あんが入ってんだ。これもうまい。ただこれも絶対焼いた方がいいわ。じゃあ次、このカラフルなやつ。こちらが、ムジケ餅。って書いてありますね。なんだこれ、不思議。お餅のカステラみたいな、めちゃめちゃねふわふわする。これちょっとメープルにつけて、よいしょ。ちょっとねこれメープルにつけていただきます。これもあれだね、焼いた方がいいね。ちょっと焼いてこよう。今ね、焼きにオーブンぶち込んできました。その間に食べちゃいましょうか。これもね、焼いたやつ冷めるともったいないんで。いいよ。そしたら続いてこれかな。見える？これ。インジョルミ餅ってやつなんですけど、でもこれ、きな粉、緑豆なのかな？と、黒ごま。3種になってるお餅ですね。そんな甘くないんだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あっつい、あっつ。今、ここら辺のお餅ね、オーブンで焼いてきたんで、ちょっと食べ比べてみよう。断然うまくなったわ。やっぱりレンジだけよりも、少しね、オーブンで焼いた方がうまいっすね。中の蜂蜜がやばい。あっ、怖い。やっぱちょっと手間ですけど、オーブンとかでね一発焼いた方が全然うまいですね、これ。
でもやっぱりこれって出来立てだとまた全然味違うんですかね。てか本場と一緒なのかな、わかんないんだけど、ただとりあえず僕の感想としてはうまい。うん。そしたらせっかくなんでね、この餅も一回ねオーブンでちゃんと芯まで焼いてきますね。これそしたら今ね、ここのお餅焼いてる間にここら辺食べていきましょう。なんかこの3種類あって、きな粉、緑豆、小豆みたいだそうです。きな粉いこう。はい、きな粉。これやめかも。なんかね不思議、日本のと全然違う。きな粉の甘みも少ないし、薬膳っぽい香りがめっちゃするんだよね。きな粉がやばいよ。ちょっと小豆食べよう。日本のお餅の想像で食べると、まあ、きな粉も小豆もそうなんですけど、全然甘くないね。お店にもよるのかもしれないですけど、甘みがね、めちゃめちゃ少ない。しかもこれ、お餅超柔らかくない？これ。お餅柔らか。うん。これ次。これ、緑豆なのかな？これ何味か全く想像できないんですけど、とりあえず食べてみます。味がしないよ。ただのお餅。この3本はね、あんま好みじゃなくて、あんまりその甘さとかしょっぱさとかもないんで、だから、ね、味付けして食いたい。はい、これ焼けました。おふん、焼きたてに限るね。うん、顎がやばい。残り今こんな感じになりましたけど、めっちゃお腹いっぱいよ。餅って重いね。うん、なんかもうボソボソ。うん、なんかいっぱいだな。なんか日本のお餅食ってないけど、なんだろう、こんだけお餅食ったら、まるまる一年分のお餅は食い切った気がするな。うん。やっべえ、これめっちゃ硬くなってる。うん。そしたらこちらのお餅でラストですね。うん。うん。お醤油持ってこよう。たらこれ海苔巻いて、でお醤油と、いやーこれ最高でしょ。うん、これが一番うめ。そしたらこれが最後の一口でございます。うん、ああごちそうさまでした。はい、ということで、ただいま全て完食いたしました。日本にもあるような似たようなお餅がね、韓国にも結構あることが分かったんですけど、ただ日本にはね絶対にないような変わったメニューなんかも多数あるんで、たまにねこうやって食べてみるのもね良かったなと思います。ぜひね、あの韓国のお餅気になった方は、結構ね、いろんな通販サイトとかで販売しておりますんで、調べてみてね、買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。